いや、クレハも急に呼び出してごめん。何かあったんですか、キリトさん。いや、そんな深刻な話じゃ。新しいクエストが配信されただろ。あれを一…ごめんね、キリト君、言い出したら聞かな…あれ、アファ…すぐに来ると思う。あ、レイちゃん。様子がおかしいわ、レイちゃん。もしかして何か…確かに表情が必死だな。え、何かの病気かな。アファシスはプレイヤーじゃないから病気や…そうね、ということは…でもこんな仕様変更に…ゼリスカさん、声が出なくなっちゃう。うちのデイジーちゃんも会話ができなくなっちゃったの。サポート系とバトル系のお話…話せる内容が限られてしまったってことか。プレイヤーへのサポート機能が制限されていないところを見るとタイミング的に…アファシスとのコミュニケーションを制限するなんて…そうだな。でもクエスト絡みな…今回のクエストってどんな内容な…SBC グロッケンの地下に新しいダンジョンが追加されたんだ。アルゴが手に入れた噂によれば、そこから SBC フリューゲルへハッキング…それがレイちゃんにも影響しているということ、まあ、まだ誰も一番そこまでは潜って…フリューゲルにハッキング、言い換えれば…あ、そっか、お母さんと繋がってるから。マザーコンピューターの不調がアファシスに影響して…アファシスとのコミュニケーションが取りにくくなり、プレイヤー自身の常時デバフ付きの高難度クエスト。今はまだデイジーちゃんのサポート機能は生きてるけど、症状が悪化しちゃうかも。そうね、私レイちゃんの声も。よし、そうと決まればダンジョン攻略ね。私としてはなるべく早く取り掛かり。じゃあ早速。あら、皆さんお揃いなんてよっぽど暇なんですね。リエーブル。え？いきなり何なんです。よかった、リエーブルは…フリューゲルのマザーコンピューターがハッキング。なるほど、わかりました。確かに通信…やっぱりクエスト絡み。おそらくこのままでは言語機能の回復は期待薄でしょう。それどころか早めにクリアしないとどんどん難易度の上がる。ってこと。まあ私はそこのアホシスさんとは違って高性能で。はあ、うるさい。そんなにジタバタしても皆さんには伝わってませんよ。横着してないで、言いたいことが。ん？何ですかその顔。まさか。いや、忘れていたわね。え、レイちゃんからメッセージをもらって知ったんじゃないの。あ、はい。はあ、皆さんまでこんなので。私も少し心配になってきたわ。なっ、もう仕方ないですね。少しの間だけならついていってあげますよ。本当ありがとう。いえ、そこのアホシスさんとは格が違うというところを。今後私の方にも影響が出ないとも。一緒に来てくれるなら心強い。そうと決まれば早速行きましょう。大丈夫だけど、
ちょっと敵が強すぎな。そうね、少し難易度が高すぎる。まだ誰もクリアしてないっていうのも納得の厳しさ。噂を聞いて慎重になっているのかもね。ちょっと甘やかしすぎじゃないです？ありがとう。あなたもレイちゃんのこと心配なのだ。相変わらず。はいはい、ごちそうさまです。それじゃちょっと休憩したらスタート。どうしたのキリト君？誰だ、出てこい。君たちと敵対するつもりは？別の攻略軍。え、仲間は？まさか揃っ。ラックル自身が運だけでここまで来られるは悔しいけど、あんたはすぐキリトに明日来る GGO の実力者の勢ぞろいか。私たちを知ってるの？GGO のプレイヤーならみんなで。あら、光栄ね。ヒュドラ。ただの平凡なプレイヤーだから。ただの平凡なプレイヤーが。まぐれだよ。この先はできれば同行させてもらえないか。パーティーに入れてほしいわけじゃない。このダンジョンの先を見たいだけだから。私たち戦力が多いのは。とっても怪しい。リエーブル、このパーティーのリーダーは君だ。君が決めてくれ。そう、決断。ありがとう。それでそっちはどんな。ここからもう少し進むの。本当か？確かにかなり手強いから。ということはヒュドラ。いや、やっぱりあなた。何かって。私たちにはあなたと腹の探り合いをしているような時間のまま停止したから。何か知って。絶対なんかつけてない。正確な処分。二人ともストップ。ヒュドラさんの言うことが。ほ、マスターが仲間に入れたんだから喧嘩はするな、だそうですよ。ごめんなさいね、レイちゃん。こちらも仲直りしろ。もちろんよ。ああ、君は、いや、確かなことは何も。そうだな、行ってみよう。じゃあ急がなく。ちょっと皆さん、それでいいんですか？まあ何かあったらその時。何レイ、ボス。リエーブル、さっきから気になってたんだけど。レイ、細かいところは分かりませんけど。というかアホシスさん、言いたいことがあったら横着せず。ですね。さあさあ、お話はそこまでにして、そろそろボスに会いに行きましょうか。行くわよ。ありがとうよ。あのノイズ、まさか。リエーブル、大丈夫か？大丈夫です。腕はリミッターを解除していなかったら危なかったかもしれないですけど。ただの怪我じゃなさそうね。大丈夫ですってば。でも皆さん、この後同じノイズを見たら、その後のボディーマンのボスは倒したからいいですけど。そうだね、あんなのをまともに受けたら一瞬で。そうじゃなくて、すごく嫌な感じ。ああ、あれはまずいね。当たったらトリガーライン、本当の致命傷。正確なところは分からない。この際推測でもいいわ。教えてください。you
ですね。最高ですわ。よっ。大丈夫じゃないかしら。これほど強化されているとは予想外だったけど、さすがは君と君の仲間たちだ。そう、いつきさん、それは私も聞きたいわ。企んでるね。まあこうなったら質問には答えるよ。ただ答えられないこともあるから、それは承知しても単刀直入だね。君は調査、最近 GCO への干渉が確認されているらしくてね。今回のクエストに僕はとある機関の依頼を受けて、まさかこんなに早く痕跡、とある機関、ごめん、でもあまり詳しく話すことはできないんだよ。そう、これは奉仕活動の一部なんだ。僕は諜報活動に向いているらしくてね。今はザ・シード・ネクサスの動向も調査中。情報？まさか。早いな。気づき。聞くかって？ああ、ちょっとな。あんな事件を起こした僕が、堂々とうっかり君たちと会ってしまったけど、素性は。あそこでビームからかばったから。普通の攻撃が当たって HP がなくなったとしても、別に命を。でも何か理由があったんだ。確かにそんなことを言っていたわね。本当によく覚えて。その通りだよ。あのボスの攻撃はデスガンの時のように現実の命を落とすわけじゃない。でもこの世界での命を。どういうことだ。データが消去されるのさ。やっぱり、そんなこと。僕の言葉には何の裏付けもない。その人の言っていることは間違って本当なの、リエル。あの攻撃を受けた時、今まで受けたことのない。その時は分からなかったですけど、あれはゲーム外。おそらく君が無事で本当に良かった。なん、もともとこのゲームに存在する私だから助かりましたけど、あの攻撃が君に向かったのを見た瞬間の世界で出会った。君という存在を失いたくない。たとえ現実的それしか可能。また長話しちゃったかな。さて、そう改まって言うんでも、この任務を命じられた時、最初は君にあんなことをしておいて、でもそれは君に会ってしまうだろうという予感だったのかもしれない。あそこで君に会った時も嬉しかった。ありがとう。そしてごめん。魔王が英雄の仲間になるような展開は好みじゃないんだ。それに僕は一度君たちを裏切った気持ちだけ受け取っておくよ。君にそうまで言われたら、正直君に会ったら思い切り罵られるんじゃないかと思っていた。本当にいいのかい。そうね、いつきさん、あなたのしたことを今すぐ許。でも仕方ないわ。このままお別れなんてできないし、もう二度と裏切らないでね。私も構わないわ。あなたにはつなぎ止めてくれる人が必要だわ。はっきり言って、ナーブギアを使って他人の命をもてあそんだ。そうだね。だけどさっきのイツキのここの世界で出会った誰かを失いたくないという気持ちは、命を懸けて誰かを守りたいという思いも。その思いを知ったのなら、イツキはもしかしたら変われるのかもしれない。だからリーダーのそばを離れない。二度と裏切らないし離れ。僕はもう神を信じていないけど、魔王が何かを誓うなんて。今やっている仕事をきちんと終えたら必ず君の元に戻ってくる。だから少しありがとう。そうだ、君が仮想世界に来た理由
そしてここに居続ける理由。ありがとう。楽しみにしてるよ。それじゃあまた。ああつまんない。そういうこと言ってるんじゃないですよ。そこのアホシスさんのことです。え、気づいてないんですか？ボスを倒してから急激に通信負荷が改善されてるでしょ。まったく本当にアホシスさんですね。それって、ええ、もうすぐ会話機能が戻りますってことです。本当によかったわね、レイちゃん。これでうちのデイシーちゃんも元通りね。みんなありがとう。リエーブルも。別に。リエーブル、顔赤くなってない？なってない。お礼なんていりません。レイちゃんの会話機能が完全に戻ったら、今度はみんなでお母さんに会いに。きっと喜んでくれるわ。それじゃ新規クエストクリアのお祝いしなきゃな。みんなレイちゃんのこと心配してたしね。懐かしい仲間が戻ってきたこともみん。リエーブルももちろん来るでしょ。どうしてもって言うなら言ってもいいですけど。